鉄道作業局310系110系、背面110型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した蒸気機関車である。150型などとともに、1872年の日本初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された蒸気機関車5形式10両のうちの1形式で、1両のみが輸入された。 1871年、ヨークシャー社製で、国鉄、私鉄を通して、日本唯一のヨークシャー製蒸気機関車であった。動輪直径は 1219mm の地には 1245mm とされている。車軸配置2から4から0で2気筒端式の、飽和式タンク機関車である。同時に輸入された重量のうちで、最も小柄な機関車であった。弁装置は、 当時多かったスチーブンソン式安全弁はサルター式でボイラーの中央上部に蒸気ドームを有している。運転台は前面に風除けを設け、屋根は4本の細い交換により指示されるのみで、後部は完全に開放されていたが、後に後部にも丸窓を設けた風除けを整備している。水タンク高さも原型では低かったが、 1887年から1892年の間に5インチほど上に継ぎ足している。原型と水タンク増大後の値をスラッシュの前後に示す。輸入後は銃と不満され、景品館で使用されたが、使用成績はあまり良くなかったとされている。1873年に当時の景品館担当の記者観察方高石イシークリスティが、 建築市長 RV ボイルに提出した報告書によれば、第10番の機関すなわちヨークショール社中製造の分派全体揃えるというしかも製作局時らしくその製作を調べ振りに樹悲ますますその不死化と不正とを見出し騒動、この機関破棄して、来味がたくこう、と最列島の評価が下されている。しかし、当時のヨークシャー社は熟練技術者を要する相当な実力を持った。 メーカーであり、日本に輸出されたものだけがことさらに程度が悪かったとは考えにくく、来着後の組み立ての不手際や、バルブセッティングの不良などがこうした結果を招いたのではないかと、蒸気機関車研究家の薄い重信は、著書の機関車の経譜図1の中で述べている。さらに、本機が入れ替えや建設といった雑務用ながらも、バルカン製の1やダブス製の8、9のように、 大改造もされず、50年も使用された事実が、このことを証明しているのではないかと指摘している。1876年に、東部で使用される機関車の番号を、奇数、西部で使用される機関車の番号を偶数に、改番した際、本機は3となる。1880年には共に、東部用の不番である、奇数番号ながら、1と共に、神戸に送られたが、 1885年に京浜間に復帰 A 型となった。その後、日本鉄道に貸し渡され品川赤羽間で使用されたが、1886年に江尻に送られ、東海道幹線の建設に従事した。1898年には形式が A2 型と改められている。その後は一時、北海道間接鉄道に貸し渡され、 その建設に従事したが、1906年頃には、東京に戻り、新橋駅で暖房用として使用されているのが、確認されている。1909年、鉄道院の称号規定制定により、百0型となった頃には、西部鉄道管理局内にあり、1914年には、ドイツに注文した機関車が第一次世界大戦の、 影響で届かない富山軽弁鉄道に貸し渡され、名古屋鉄道管理局を経て、1920年6月には東京に戻っている。その頃には、すでに本機は日本最古の機関車として著名な存在となっており、1924年1月の廃車後は大宮工場内にあった鉄道参考品陳列所に保存されることとなった。廃車後、大宮工場で、 保存展示されることとなった本機であるが、職員の研修用及び一般来所者の学習用に、車体右側の各部を切開して、内部構造が明らかになるようにされた。太平洋戦争中に陳列書が消失したため、戦後は大宮工場脇に開設された簡易商店街、汽車の街のシンボルとなったが、鉄道立橋大平橋の建設により再び、 大宮工場内に戻された。1961年に鉄道記念物に指定され、鉄道開業90周年を記念して開設された東京都大梅市の大梅鉄道公園に移され、同公園で車体を切開されたままの状態で生態保存されていたが、2019年8月31日をもって展示を終了し、大梅鉄道公園から搬出された。 2020年に入り、神奈川県横浜市の桜木町駅南側で新たに開業する複合ビル、JR 桜木町ビルの1階にある商業施設、シェル桜木町アネックスの旧横浜鉄道歴史展示に移設し、石灰部分の復元が施行された上で、英国の資料や専門家の協力をもとに作成された中東木造客車の実物大レプリカなどの資料と共に設置され、 6月27日の新南口の供用開始とともに公開された。ありがとうございます。